こんにちは。今回は阪神初代エースの若林正を紹介します。1908年アメリカ生まれ、ハワイ移住の日系2世、みんなで身内、投手。1928年にハワイ大和軍の親善野球のために来日、投手での活躍により、法政大学の計らいで横浜の本牧中に入り、法政大学へ進学。法政大学では当時、弱小チームをエースとして15戦すべて登板し、3度のリーグ優勝に導いた。1936年、巨人入団を断り、結成直後の阪神に入団した、当時28歳。阪神にて初代エースとして活躍。1950年には毎日へ移籍、日本シリーズ白星第1号となった。1953年、現役引退、引退後は阪神、毎日にて監督就任。1964年、野球殿堂入り、日本初の七色の変化球を駆使する技巧派投手で、プロ野球早々期の阪神、毎日の優勝に貢献した。エースナンバー18と言われるようになったのは、若林の活躍によるものである。通算成績では、入団が28歳、戦争中を考慮すると237勝はすごい。阪神の六甲おろし、虎のマークは若林の発案したものである。